そういえばな、今日変な書生が訪ねてきちゃったな。なんでもな、お前が昔ご奉公しとった黒門屋敷のぼっちゃまだっつった。ひと月もかけてな、お前やっと探し当てたっつった。ばあ。ほんでおかしなことによ、手まり歌の歌詞を知らねえかっつね。なんつったな、あんた。ん？歌詞だよ、歌詞。このクソい探しとくによ。人の女房捕まえてな。どついと追い返してやった。お春にやろうと買ってきた。お春はどこで死んだやろという詩があったことは記憶しているんですが、その先は節ばかりでどうしても文句が分かりません。母が幼なじみとよく歌っていたというのですが。なんでお母さんにお聞きんのぞい。母はもういないんです。親里へ帰って死んだそうです。おお、お死にたかや。はい、母の最も親しくしていたおばさんがよく一緒に歌っていたとも聞きました。赤い手柄で髪を結い、姿作った可愛いおばさんでしたけど、無理やり呉服問屋に嫁がせられて、19の年のひな祭りの晩に発狂し、県の精神病院に入ったままです。もしや歌の文句ぐらいはと問い合わせてみたところ、一月経って返事が来ましたが、書いてあったのは荘門の和歌ばかりでした。おしたらその中にあんたの探しといでた。はい、手まり歌の歌詞などは一つもありませんでした。せっかくじゃけどね、疎外な歌詞を聞かれてもわしゃ知らせんのに。教え子の数も多いですけれ、あんたのお母さんの顔も名前も忘れてしもとる。それに近頃では手まり歌を歌うような子もいよいよおらんようになってしもとりますけんな。また何か考え事をしていましたね。お前は私の目の前にいても時々いなくなる。私の前にのけがらを置いてどこか遠いところへ旅へ出て行ってしまうよ。お帰りなさいませ。お風呂になさいます？それともご飯？誰？なんでここにいるの？食べて。おいしい。
ああ、さっぱりした。母さん、母さん、ほら母さん、ほら母さん見てよ、母さん。ちょ、箱かな。パンツ、パンツ、パンツ、あれパンツ。お、母さん、あの隣の土蔵の中のあの女の人誰？お前、千代女に会ったのか？あんな女の相手になってはいけませんよ。あれは色気違い。魔性です。魔性？男を待ってる間に頭がおかしくなってしまったんですよ。昔からこの土地では未婚の女が二十歳になると牛年の牛の月の牛の日に髪を洗い身を清めて紅を薄くつけて戸を閉め切って壁に女の魂をかけ牛の童子に一心に念じていると手に持った鏡に前世から定められた縁の人の姿が見えると言われているのです。でも、あの女にはそれが映らなかった。縁西の人を1年待ち、2年経ち、3年経ってとうとう頭がおかしくなってしまったんですよ。座敷牢同然に土蔵に閉じ込められているのですが、それでも時々月の美しい夜などには男を探しに外へ出てくる。もしまた外へ出て、僕を連れて行こうとしたらどうする？大丈夫。お前にはお母さんがついていますからね。新しい母親てて、お前お前なもんがどこにあると思うよんぞ。この世の中にはね、新しいもんなんか何もありゃせん。長いこと人が忘れとったもんが時々目を覚ます、それだけのことよ。お願いです、教えてください。私はなぜ手まり唄の文句などに取りつかれてしまったんでしょう。なぜこうして旅を続けなきゃいけないんでしょうか。そういなことをわしに聞いてどないするんぞ。多分もう一人の母がいて、私はそれを探すためにここまで旅を続けてきたんだと思います。ふん、バカぎりおいな。お前は鳥ぎり見よって、鳥の飛んどる空の広さを見落としとらいや。アキラ、アキラ、アキラ、なんだ、いつでもわからないよ。
蔵に、小蔵に、あれほど近づくなと言ったのに、勉強もしない、あんな気違い女の人が当たり前よ、なんて。もうお前は、あたしのことは何でもない。もういらないから。許して、勘にして、ごめんなさい。お母さん町へ行ってきますからね。え、閉まったままで大丈夫、こうしていてもあの気違い女が寄りつかないようにおまじないをしていってあげますよ。こうすればどんな魔性だってお前に近づくことなんかできやしない。お前はいつまでもお母さん子でいられるんですよ。あれはなんともひどい女で、自分の亭主が手込めにした女中を土蔵に閉じ込めて10年、そう色気違い扱いにして、何があっても籠の鳥だ、手鞠が流れる、拾ってくれって言うから、見るとなるほど泡も立てずに夕焼けが残ったような尾を引いてまん丸いのが浮いてくるのですね。そう手鞠が拾ってやりてえが、川に入って足を濡らすのは嫌だ。そう思っていると通りすがった見知らぬおまわりさんが帽子を脱いで仰向けにしてさっとすくい上げた。あのおまわりさんも実はアキラのお母さんの浮気の相手、だいたいアキラの父親だって。ん、海軍士官だったというが誰も見たことがない。そうそう、誰も見たことがない。なんとも不思議な親子の仲だ。いやいや、不思議なことなどあるものか、いやしくも学校のある土地には不思議なことなどあるわけがない。
ち上げられた時少女は死んでいた。脱走兵と心中したのだった。バカだれよ、お前。こんなとこで何話してんねん、お前。こんなとこで油なんか売ってやがってよ。はいよ、こっち来な。はいよ、せいや。ロマットさん。はい、はい、入れたねでね。若いじゃない。こんなのもあったな。ぼやよい子だねんねしな、品川女郎手話十問目、花はまとめて一問目。それは子守歌でしょ。お前な、じゃあな、これもよく歌っただけどね、聞いてて。オーナスでスルスルヘチマスーポスーポカボチャキュッキュッキャボチャのほーみーおぞろが野菜好きねー。どう？うるさいね。いつまで歌ったら気が済むんだろう。確かにその歌だ。で、その先は？その先？違う、文句だ。歌詞を知りたいんだ。どうだったかな。神社の寺へ行ったばおぼたんしゃくやくゆりの花。文句はさっきと違うけど節は同じみたいですね。だって違う文句聞きたいんだろ、うん、それで今私が作ったのさ。僕が知りたいのはさっきの続きなんです。あの歌の続きなんです。困ったね。どうだったかな。出てこないよ。ね、頼みますよ。なんとか思い出してみてください。ね、お願いしますよ。歌なんかいいじゃないか。それよりさ、ね。
傘が。お、傘。あ、お。母さん、たった今こっちへ入ってった手まりついてた女の子はどこ行ってしまったんでしょう。女の子出てここにはわしのほか誰もおらんのじゃが、まあお茶でもお上がりや。わしは早30年ほどこの屋敷に一人で住み寄りましての。もしかしたらあれは手まりによく似てるみたいですけど。なあ、あれかや。あれは小海石寄りましての。小間院は華奢午後石ぐらいから大きいがお供え持ちぐらいまであろうか。河野で剣方が手でさすり寄るとあやもうすぐにややができるじゃの寄りましての。当節は人の心がいいよいよいそしゅうなってしもてからにあの石を並べて店で売り寄るばあさんがおるかともや。ばあさん、わしは意志はいらんのじゃ、女親を一つもらおうあいじゃのいなげなことを言よる書生がおったりして、それでもちょいちょい若い女子が皇帝によるお母さん。相手の男は僕だった。
お母さんがついていますよ。かい、ほーら、お前をもう一度妊娠してやったんだよ。
大空の雲をあてに、どことなく海があれば渡り、山があれば越し、国々を歩きますのもせんずるところ、ある一つの意味を探し、いいえ、どうか訳は聞かないでください。私はその手丸唄の忘れた文句を今一度だけ聞きたいと思い、こうして旅から旅へ。